甲州湾海上大橋の一甲州湾、海上大橋は中華人民共和国石膏省東部の甲州湾を南北に縦断する海上橋である。2008年5月1日に開通した。北は河口市海援県、南は波市時計研究士を結び、全長35,673メートル、6車線で最高速度は100キロメートル毎時。10年間にわたる、 調査の末、2003年に認可され、2004年6月8日、非公式が挙行された。2007年6月30日に、貫通、2008年5月1日に開通した。完成後は、上海からネーハへの露呈が320キロ短縮され、輸送や観光に大きな役割を果たすものと期待されている。観光時期は2010年の上海国際博覧会に、 タイミングを合わせたものと見られる。相当資額は118億人民元に及び、このうち35%が、ネーハの市営企業から調達され、残りは国家開発銀行などの金融機関がファイナンスを担当している。開通時の普通車の通行料金は80元。開通当初は景色を見るために助行運転をしたり、駐車したりするものが多く、大渋滞が発生した。 追突事故も多発したという。上海市から名橋市まで長距離バスで3時間ほどで行ける。なお、世界最長の橋は新東甲州湾大橋で、甲州湾海上大橋は世界第3位、海上橋としては世界第2位である。ただし、海上橋ではあるが、大部分は常時陸地もしくは潮位によっては、日型となる部分であり。 水上を通る部分も戦闘校の淡水と混じり合う、気水域である。ありがとうございます。